新型肺炎によるその経済ショックで、分かったのは、やはりインバウンドによる経済効果っていうのは、期待しない方がいいということです。あったらラッキーぐらいでいいです。はい、みそこちゃん。おめでとうございます。今日はですね、まあ、2月の、中旬ぐらいからですかね、日本における、新型肺炎の感染、新規感染者がこう徐々に増えていったんですよね。2月の、10日過ぎぐらいからですか。どんどん増えていた。で、まあ、そんな中、もう、それでまあ、累積の患者数もどんどん増えていった。で、死者も増えていった。で、そんな中で、その2月です。ようやく発表されました。その2月の、訪日客の数、発表されました。ですね、これは日本経済新聞のウェブ版なんですけども、昨日の夕方ですね、夕方に、まあ、配信されたものですけども、もう読んでいきます、記事。日本政府観光局が19日発表した2月の訪日客数は、前年同月比、だから、2019年の2月と比べて、58.3% 減の108万5100人だったと。ああ、もう 58% 減ですか。で、まあ、新型コロナウイルスの感染拡大で、人数は2014年9月以来5年5ヶ月ぶりの低水準となったと。はあ。減少幅は、東日本大震災直後に記録した11年4月の 62.5% 減に並ぶ規模だと。いやー、やっぱり、この新型肺炎によるその経済的なダメージっていうのはやっぱ大きい。もう株価が一つ見ても、やっぱりリーマン級ですか、リーマン級以上の大打撃、こもりましたからね。でですね、まあ観光庁は3月はより厳しい状況になっているとしており、一段と減少する可能性が高い。それはそうですよね。確か中国と韓国に対して、その日本、その中国や韓国にある日本大使館のビザの発給を止めたのが、今月ですからね、3月の5日ですか。3月の5日に止めた。で、合わせて、まあ、韓国の場合は、ビザ免除の規定も停止したまにしましたからね。だから3月はもう本当にほぼ、中国人、韓国人、まあ、入ってきてないはずです。ほぼ入ってきてないはずです。なんで今にもガクーンと下がるでしょうね。それでも2月どれぐらい来てたかっていうと、108万人も来てたんですか、2月。はあ、もう日本もやばいぞっていう時に、まあ、旅行客だけじゃないとは思うんですけどね。でですね、読んでいきます。2月の減少幅が特に大きかったのは中国と韓国だ。うん、そうでしょうね。中国人客は 87.9% 減の8万7200人に激減したと。およそ9割減ですか、中国人。まあそうでしょう。中国の方も、いくら、渡航禁止、外国へ渡航禁止、日本の方も一部ですけども、まあ、中国人来るなと、一部の中国人来るなというふうなこと、まあ言ってましたからね。まあ、お互いの国がちょっとやばくなってるっていうのもありましたから、新型コロナウイルスで。でもそれでもう、8万人以上来てるんですね。で、この10万人を割るのが、2013年12月以来6年ぶりだと。で、韓国、日韓関係悪化の影響で、昨年後半から客足に急ブレーキがかかっていた韓国は 79.9% 減、もう8割減ですね。8割減の14万3900人。で、マイナス幅はさらに広がったということです。まあ、韓国の場合はもう去年からもう減ってますからね。まあ、そんなには驚きません。で、これ3月どうでしょうね。中国人客、中国人客、韓国人客、どれぐらい減ってるでしょうかね。4桁になってなければいけないですね。数千人になってなければいけない。なんですけどね。それで訪日を控える動きは中韓以外の国や地域にも広がってる。そうでしょうね。台湾は 44.9% 減の22万400人。香港も 35.5% 減の11万5600人だったと。感染が広がりつつある欧米との往来も減少していると。アメリカは 20.8% 減の7万3400人。英国やドイツ、イタリアも2割前後の減少となっていると。でしょうね。で、最後。
政府は20年日本人客4000万人の受け入れを目指しているが、達成は極めて困難な情勢になっている。うん、政府は感染拡大が収束した後の反転攻勢をつなげるため、反転攻勢につなげるため、旅行費用の補助など、需要喚起策を検討しているということです。私はもともとこの法人客、その法人客の目標4000万人の受け入れ、こんな達成しなくてもいいとは私はもともと思ってます。思ってましたし、今もって思ってます。将来も変わりません。やっぱり、もう今回の、新型肺炎によるその経済ショックで、分かったのは、やはりインバウンドによる経済効果っていうのは、期待しない方がいいということです。あったらラッキーぐらいでいいです。やっぱり主力はもうこれからは日本人観光客になっていかなければ、観光地は、ちょっとやばいですね。観光地として、もう産業が成り立たないぐらいになる可能性はあります。これから日本人観光客を受け入れるような、そういった方策を取らなければ。韓国の場合はもう私何回も言ってますけども、政権が変わるごとに反日のその、期間があります。その期間やっぱり日本に来ないんですよね。なんで、韓国はもう何年一度、必ず、少なくとも何年に一度は、必ず、こういうふうに、日本人、まあ、訪日韓国人は減ります。だから韓国人を当てにするのは非常に危険です。危険です。で、中国も今回、政治的な圧力ではなくて、その、病気ですね。ウイルスという病気で、病気が原因で、まあ、来なくなりましたけどね。中国の場合は、もっとシビアですからね。特に政治が絡むと、もっとシビアに、なりますから。だからこちらもちょっと期待するのはやめた方がいいと思います。やっぱり期待できるのは自国民なんですよ。で、ただ、どんなにね、その観光地が頑張って PR したとしても、まあ、やっぱり国の後押し必要ですよね。やっぱり何回も言いますけど、日本人観光客、例えば東京から福岡に行く。旅費かかりますからね。お金出さなきゃいけませんよ。だからそれだけの、経済的な余裕がなければ、観光客としては成り立たないです。なんでこの、日本人のその観光客を、まあ、育成すると、養成するというふうなね、別な見方をすれば、養成するという観点からすると、やっぱり実質賃金上げなきゃいけませんね。給料、所得を、まあ、アップしなければいけませんね。お金にも余裕がなければ観光できませんからね。ということで政府はやっぱりそういうふうな、観光を促進する。もうね、旅費をまあ安くするとか、飛行機で安くするとか、それもいいですよ。プラス、本当の基礎。もう収入を上げるという本当の基礎的な部分。これを、直していかなければいけない。これを、給料を上げるような方策を取らなければいけない。そうすれば、もう旅行に、まあ、余裕ができて、旅行にも行けますからね。ということで、まあ、国のやり方、今後、この、経済支援政策、どういうふうなものになるのか、消費税減税、昨日の動画でも言いましたけども、消費税、0% は考えてないと、ことさら考えてないと言ってる、まあ、どっかのお犬さん、いましたね。あと、まあ、現金も1万2000円よりは、まあ、上に行くと。と言って、1万2000円、1円の支給だったら怒りますよ。そんな小学生みたいなことやらないでくださいね。1万2000円、1円だ。いや、上だから。実行したよと。そんな馬鹿げたこと言わないでくださいね。桁が一桁違いますからね。もう、釘刺しておきます。桁が一桁違います。どれだけできるか、ちょっと注目して見てみたいと思います。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。